普通に最高、700円でも絶対買う。黒ですね。黒なんだけど、口コミゼロでした。ダイソーヘアエクステティンセル110円です。めちゃめちゃ今 SNS で見るやつ。なんと長い、ほらー、わー、ロングヘアの人でも大丈夫です。赤とか青とかピンク、グレージュ、ゴールド、本当にいろんな色あるんですけど、まずこのいろいろ色があるやつでやっていきます。わー、キランキラン。これ髪の毛につけるんだよ。結構サラサラ、人毛感は全くないけど、薄い糸、クリップになってるんですよね。まとめて、まずつけたい位置の根元にピンを開いて地毛に差し込みます。おお、めっちゃ綺麗にできた。綺麗にできました。わー、結構かわいい。こう引っ張ってるけど大丈夫。へー。で、長い部分を切る。気をつけなきゃ髪の毛切らない。切らない。え、かわいい、かわいい、かわいいね、うん、すごいかわいい感じになって私大満足なんですけど、うんうん、かわいい、かわいい。簡単だし、つけやすいし、100円とは思えないクオリティに仕上がる、うん、ライブの1日だけとかつける。すごいキラキラ。本当に根元の方につけると結構しっかり、めちゃめちゃ簡単です。いい感じだ。いい感じです。なんか異世界感すごいけど、ぜひぜひ皆さんやってみてほしい。ユアグラムスパークルアイシャドウの01番と06番、各330円。ダイソーさんでこの一押し新商品、色がね珍しいと思って買ってきました。2色が混ざり合ったグリッターたっぷりのアイシャドウです。繊細なグリッターがキラキラと輝き、目元を華やかに彩ります。デパコス並みのクオリティ、ラメが素晴らしい。ちゃんと密着する。アイシャドウというよりほぼラメ、落ちてくることがないです。急みたい。これが01番、実際手に取ると青とシルバー同じぐらい取れるね。わー、確かにラメって感じ。アイシャドウっていうよりも青のラメだね。そうですね、ちょっとグレー入ってる。あんまり落ちない、うん、こうやっても。そのピタってくっついて、これどういう発色するんだろう。黒ですね。黒なんだけど、これすごい。どうやって使うの。かわいいねこれ、うん。06番からいきましょう。わー、おしゃれ。え、かっこいいです。かっこいい。ピキッとしたアイライナーとアイシャドウの間ぐらいな感じになった。ポジちゃんもかわいいですけどね、個人的には。1番いきます。え、これかわいいじゃない。かっこいいのを入れます。はい、めっちゃ綺麗です。かわいくなりました。うん。いないよ。ボロンボロン移動しちゃった。まあ300円だしね。水には弱いけど、こう下に落ちてこないのはラメとしては結構いい感じです、うん、好きな色ぜひ見つけてみてください。エルファープロフェッショナルファンデーションのライトオークル110円です。これめちゃめちゃ売れてたの、ダイソーさんで、うん、なんで売れてるのかっていうのを我々なりにちょっと調べた結果、バカ、あ、鏡付き、さらにパフ付き。え、100円でこれはすごい。100円、そうそうそう。乾燥や崩れも少ない高感触です。カバー力はないけどキメは整う。ナチュラルな仕上がりなので学校などに使っています。見た目的な話をすると、軽いタイプの素材のプラスチックだから傷がめっちゃつきやすいんですよね、うん、パラベンが入ってるので肌弱い方はちょっとピリピリしちゃうかもしれない。あとミネラルオイル入ってるので鉱物油がダメな人も気をつけてください。パフからいきます。もちもちはしてない、ふわふわもしてない、結構固めって感じかな。ライトオークルなんだけど割とオークル感強めかな。下地つけたので塗っていきます。薄付きですね。え、なんかあんなにパフに取ったのにすごい薄付きで、うん、結構油っぽい粉使われてるので密着しやすいんだけど崩れやすいかもしれない。今までのダイソーさんのファンデとかパウダーの中ではかなり薄付きで使いやすい。めっちゃ綺麗です。綺麗になったよね、うん、肌は整ってるけど別に毛穴カバーまではしてないって感じかな。ツヤが全くない。崩れやすい小鼻のとことかやっぱ粉が密集してるので崩れやすいと思います。でもこの辺とか結構綺麗だよ ね、 そうですね、肌とか。ちょっとそこまでのメイクを110円でできるんだって絶対そっちの方がいいよね、うん、妹とかお任せそう、うん、で1回でこれだ、やらかしたぜ。これもちもちしたパフの方が多分なんか密着力高そうなんで、ちょっとこれでやってみます。ツヤ増してない、うん、だいぶ変えるだけで全然違うかもこれ、うん、毛穴とかも比較的若干隠れやすくなったのと、さっきみたいにここら辺まばらで溜まるっていうことがなくなりました、うんうん、こういうパフ使っていただけるといいかもしれない、うん、鼻だけ、うん、鼻部分だけぐらい。あ、なんか意外にほっぺとか乗らなかったね。え、全然落ちてないと思う。全然あり。これもちもちパフと使えばしっかりめメイクもできるし、うん、付属のパフを使えばちょっとそこまでメイクもできるので全然使いやすいファンデーションだなと思います。合う人は本当にいいと思います。ジーン東京リラクシーアイシャドウのピンキーブライド110円です。なんかこの色冬季限定でございます。
色可愛くてしかもめっちゃ売れてた。ペパコス級のアイシャドウです。発色もすごく綺麗。パレット一つで自然な立体感のある目が作れます。粉飛びせず終日持ちます。透明感のある発色のピンクとグリーンが使いやすくておしゃれな目元に仕上がります。やっていきます。一度塗りです。なんか思ったより明るいグリーンって感じ。二度目です。結構しっかりパキッと発色する。薄いところはちょっとやっぱレモン味がある感じの色になりますね。塗っていきましょう。くすみ系のピンクだからブルベさん大優勝っぽいけどちょっとブラウン感もあるのでイエベさんも使いやすいかもしれない。粉質は確かにしっとりでちゃんと密着するっていう感じがあるかな。なんか眉の方にちょっと入れてもいいんじゃないかなって思います。冬季限定と言いつつ全然春まで使えるパレットですね。冬の終わりから春まで使える。そう、春まで使える。目大きく見えます。目大きく見え、いい感じ。あ、でも暗い色が割と取れたかも。そうですね、ちょっとラメは飛ばなかった。二重幅のとことか取れやすいので、うん、それは気をつけてください。ダイソーアイライナーペンシル D ブラックです。売れてたから買ってきたんですけど口コミゼロでした、うん、ちっちゃくて持ち運びにも便利そうだなと思ってます、うん。あ、でも楽、ほら、早いです。普通に良さそう。あんまりね、黒々しくない、グレーに近いブラックかな。太さも結構太め、でも横で描けば細い線も描けますって感じかな、うん。どうですか、硬めかな。あ、自然ですね。目の脇っちょのとこは綺麗に描けるんですよ。アイライナーの黒引いちゃうと目力が出すぎちゃってケバケバしくなっちゃうって方は買うといいと思います。ちょっといる、うん。でももうごっそり消えると思ってました。にじまないのにびっくり。薄くなっただけ、うん、良いかもしれない思った以上に、うん。見つけたら買おうかな。口コミを書いてください。ユアグラムスリムスケッチアイブローペンシル、今回は BK の1番です。ダイソーさんでめっちゃ人気のやつ、うん、ダイソーといえば、はい。 1.5mm の超極細芯で自分のなりたい眉をかけるアイブローペンシル、ウォータープルーフタイプで夜まで眉尻をキープしてくれます。午前中のメイクは夜まで残っていました。1本で2ヶ月くらい持ちます。めちゃめちゃ描きやすい。発色もかなり普通に最高。700円でも絶対買う。まずスクリューブラシを使ってこれで整えることができる。あと消すこともできると。それつい、切ると、それつい、消すこともできると。ああ割れてたんだが、これ買った時から割れてたのかな。危害加えてないもん。皆さん気をつけてください。あ、でも一応かけた。一応かけます。しやすいですか。あ、はい。見てください、この細い線、綺麗。優しい力でいいので全然楽。あ、マジめっちゃ綺麗にかけました、うん。キリッとしました、これを買ったことがある方きっとシーチャンネルのユーザーさんにはたくさんいらっしゃると思いますので、取れてた折れてたなどあるって方は教えてください。うん、あ、確かに残ってはいる。 いい感じ。 ありがとうございました。BKT アイシャドウベースコントロールカラー02番110円です。ファンシーラーハイライトベース効果があるアイシャドウ下地なんですよね。アイホール全体につけると目元が明るくなって透明感が出る。柔らかくしっとりしていて薄く塗っても結構しっとり感があります。100円でこんなに発色も色持ちもアップするならお得です。結構ねっとりしてるのね、これ。硬い泥みたいなねっとり感がある。あ、でも塗ると結構サラサラ、一気にサラサラになる。結構青くなるんだこれですね。なんかアイシャドウみたいに青くなる。あ、透明感出ましたね。透明感出る。赤みも確かに隠れてるっちゃ隠れてるからトーンが上がったって感じかな、うん。私みたいにちょっと赤みに悩んでる人とか使ってもらいたいなって思います、うん。じゃあアイシャドウですね。ユアグラムアイアンドチークから03番ゴールドオレンジです。一塗りで立体感、自然な血色感を与えマルチに使えるアイアンドチークカラーです。ポイントメイクをワントーンに仕上げることで統一感のあるメイクができます。まさか220円のコスメとは思えない。色味が綺麗、発色も十分。見た目より薄付きですがラメとパールがしっかり入っていて可愛い。ツヤ感も出るので綺麗な仕上がりになります。発色がとてもよく粉が全然飛ばない、密着度があっていいです。これ色がさ、なんか砂漠みたいで可愛くて、これちょっとじゃあ使ってみたいと思います、はい。あ、薄付きでも可愛い、うん。可愛いですよ。200円とは思えなくない。広く塗り重ねただけで綺麗にグラデーションっぽくなってるんですけど、かわいい、いい感じ。指塗りよりも全然発色パキッとするけどなんか厚塗りにならない感じがいいです、うん。でちょっとチークにも塗っていきます、はい。あ、色ついてるけど
なんか別にバキバキじゃない、ちゃんとツヤ感が出てる、可愛くないですか、すごいツヤ、めっちゃ綺麗です、じゃあいい感じ。あ、でもこのコントロールカラーのベースを使ったところであんまり発色感変わらない、ちょっと色味変わってますよ、変わった、発色の良さはそんな変わってない、変わってないよね、コントロールカラー塗った方がマットになる、ツヤ感がなくなった、普通に塗った方がツヤツヤしてるっていう感じですかね、こっちの方が取れたんだけど、全然取れてますね、なんでですか、すごい、ちょっと待って言ってるのに、これは全然何もベースしない方です、二重幅のところとかゴリッと取れちゃったりとか、アイシャドウの下地をつけた方はこの辺からスッてない感じですか ね、汗とかにはちょっと適さないかもしれないけど、コントロールカラーとして使う分にはめっちゃいいかなって思ったかな、これは普通に発色良かった、うん、可愛い、ラメは実際書いてある通りあんまり飛ばなかったです、ディエッセンス HSH5mm 美容液です、ヒアルロン酸とスーパーヒアルロン酸配合されてて、保湿保水力のいい美容液、プルプルもちもち肌になりますってものですね、接着剤みたい、そう、うん、でもダイソーさんの中ではめちゃめちゃ口コミ高いやつなんですよ、うん、化粧水になじませて使うだけで1日目からもちもち、とろみはありますがベタつくことはありません、5つはリピートしてます、どれだけ化粧水や美容液を塗っても突っ張っていたお肌がだいぶ刺激を感じなくなりました、すごい、これでこうなってて、あ、すごいもちもち感すごい、ほら、うわー、え、すごい、匂いは全然ないです、うん、何もない、スルスルスルって溶けてなくなっちゃう感じ、あ、結構すぐ浸透する、こっちを化粧水つけただけ、うん、こっちをこのスーパーヒアルロン酸と化粧水をつけたので成分ちょっと測ってみます、じゃあこっち行きます、一時的化粧水や乳液と合わせてご使用ください、はい、お休み前にご利用になるとより効果的です、1滴で全然半眼足ります、2滴垂らすと色ここまで伸びるって感じ、結構早めにもちもちしてくる、すぐですよね、うん、肌にスッて馴染んでくれるのは嬉しいかも、この上から同じように化粧水をやります、吸い付きが違う、これだけでも結構まあ買う価値あるなと思いますよね、うん、同じ化粧水使ってるから、うん、47-21 下がったんだが、こっちの方がちょっと整った、もちもちしてます、あとしっとり感こっちの方が確かにあるかも、手のシワとか目のシワとか乾燥小じわとか気になる方にもぜひ使ってほしいです、